待って、ずっとテイクバック頑張って。綺麗、はい、これでいこう。はい、テイクバックしっかり。でも巻いてる。今日すごいじゃん、左っちゃ。確かに。なんでだろう。でも綺麗です。でも巻いてる。今日すごいじゃん。顔を上げない。はい、うわ、ワンタッチ、うわ、ワンタッチ。今なんかびっくりするようなことが起こった。どんなこと？手前を叩くっていう見てればわかるっていうね。手が余った。手が余った。この辺がなんかよくわかんないことになりました。なんでなるんだろうね。まあいっか。うん、大丈夫。でだって女子プロもさ、わざとワンタッチさせるっていうの聞いたことあるんだけど、嘘それ。かすかにでしょ。かすかに。そう、かすかに。今のは本当ドスンタッチ。あ、そう、ベン、あの、何？回転を減らして飛ば、うん、みたいな打ち方があって、はい、わざと手前を今みたいにやりすぎだけど、あれはやりすぎだけど、当てて打つっていう。なるほど。ワンタッチショットっていう、それを通称。じゃあ今それです。ワンタッチ。村上。ツータッチぐらい。村上ワンタッチゆき。そうね。なんなの、なんかミドルネームつけたいんだな。すみません、もう、いやね、うち本当になんかそう、くだらなすぎて、くだらない、しょうもないんですよ。この間もなんだっけ、あの、何言ってたっけ、3人で行った時、あ、椎茸語にハマって、あ、そうそう、18ホールずっと椎茸語で、嬉しい茸とか、悲しい茸とかを、なんか、え、ダメ茸とか言って、ちょっと待って、ちょっと待って、それ、バズる。いや、わかんない。じゃあもううちらはバズり終わったもんね。そう、うちらの中ではもう前のラウンドの時にもうずっと椎茸語でね、椎茸語しか喋っちゃいけないぐらいの。それはなんか YouTube ネタでやってるやつ。違います、勝手に。そう、美味しい茸みたいな。そう、もう飽きたのね。もう飽きちゃったんだけど。早っ。あの時は超楽しかったんだよ。そうね、18ホール全部椎茸語で会話して。今やばい。え、ケイさん、なんで私引っ掛けるんだと思う。左ですか。うん、ちょっとなんかすごい、いつもはちょっとこういう球が多いんだけど、はい、今日すごい引っ掛けてます。まあ基本的にやっぱ左行くのは下からクラブが出て、こうやってんのか。そうですね。ああ、じゃあもしかしたらそっちが抑え気味で打てば、はい、ケイさん研修生。研修生です。イケメン研修生。ちょっとこっちに、はい、大丈夫だったね。しゃあ、キャディさんが言えば全部 OK。 下から入ってるのか。じゃあこうすればいいね。こんな感じだね。もうさ、なんかもっこりしてるからもうちょっと動かして手前がすごいもっこりしてるんだよ。あ、そう、今もっこりも使うかな、もっこり。ほっこりレベルでね。どこ行った？めっちゃいい。どこ行った？綺麗、めっちゃいい。キャディーさんが思わずすげえ。じゃあキャディーさんにね、あのアッパー気味なんじゃないですかって教えてもらったから、頑張ってっていう感じ。こうじゃなくて、やっぱね、アッパー気味ってどういうことですか？あ、みんなね、心配だからボールにこう、うん、どうしてもこうやっちゃうんだけど、そういうのを考えずに上から叩くみたいな感じで打つ。信じて打つ。自分を信じる。そう、自分を信じて。じゃあ私も自分信じる。そう、練習してきたから。信じすぎた。信じすぎた。自分を信じた結果これだった。やばい。大丈夫。信じて。え、ここパー4ですよね。
長いよね。これ入れればパーすごいじゃん、アルバトロス並みの難しさでもちょっと得意なやつ、あ、得意なやつ、つま先下がりだが頭叩いちゃうた。おお、うまいうまいじゃん、よくないですか、よ、うまく打ったね、うまかった、うまい、ゆきりんこんな飛ぶようになったんだね、はい、すごいじゃん、はい、今日ちょっとこのウッドの調子が悪いんですよ。いや、よかったよ、いつもなら、いつもなら入っちゃうんだけどね、いつもなら入っちゃうんですけど、風があった、風が、あ、今日ちょっとすごい風が上げてたからちょっと飛ばなかったね、しょうがないよ、お腹空いてきたね今日スルーだ、OK、スルーで85、90ヤードだって、だからもう上げてるもんね、いける、あー、うん、ナイスオン、風分がなんかよく分かんなかった、なるほどね、アッパー気味だったらしいんでドライバー改善します。ライがな全部悪いんだよね、ここ悪口になっちゃう、アッパー気味だからまずちょっとなんつうのレベルで振るようにして、まあ、左のバンカー左行くけど左のバンカー狙う、多分逆にスライス出る可能性あるからね、左のバンカーの左側狙って、今のは巻いてないですよね、巻いたのか、巻いたってのが分からない、ギリギリ、あの、言ってたスライスにはならなかったけどまあどっちが出ても大丈夫な保険かけてるんですけど、ライ通りに左行っちゃったな、今回同じところ立ちましたよ、これ左でスライスするってこと、そうです、そうね、ゆきに左のバンカーまっすぐ打ってても OK だしね、うん、確かに、ワンタッチ、またやっちゃった、ワンタッチ、またやっちゃった、フィーが高いのかもしれません、確かに今のは、あれどこ行った？今めっちゃ。ね、本当にみんなそこ通ったら寒くなったり、勝手にカート動いたりするらしいんです。怖い。そうだから本当にナイターはマジで一人選ばないで4人で行ったらこう耳でみたいな感じでなんか撮ってたんだ。そう。ナイターゴルフの怖い話。怖い話。あ、巻いてるやっぱり。いや。なんか出るところは出るんだってね。そうらしいです。何が出るんですか？お化け。1そうそう、いいねいいね、軽くね、
手は緩めない。何も考えないし。ナイスショー。やっぱこれだ。1、2ですね。はい。はい、ありがとうございます。ナイス。1、2を忘れてたわ。1、2、3になった。そう。なんか前も一緒にゴルフ行った時に。私がずっと調子悪かったんですけど、じゅんさんに1、2のテンポで打ってみてって言われて1、2、3から変えたんですよ。そしたらその瞬間めちゃめちゃ良くなって、こんなになんか違うんだっていう。じゅんさんのアドバイスは的確。あ、じゃあもうチャーシュー麺じゃないってことでしょ。そう、要はチャーシューですあとは息を吹きながら打つっていうの私やってるやつ。で、どっから、どっから？こっからずっと吹いたまんま、うん、でもう出しの台形のつま先上がり、つま先上がり苦手。つま先上がりだと本当は左行くんだけど、はい、私は多分カット気味に打ってた、本当は左に行く、本当は左にそのまま、あ、でもそのままヒューッと、こういうことか。いやー、水、私の場合右、あ、両方出る可能性があるからね、つま先上がり。左の木を狙って打ちます。どう？ちょっと右か、やっぱ足りない。めっちゃいいとこじゃないですか。反応待ち。めっちゃいいとこですよ。いいとこですか。ナイスですよ。でもあれ多分アプローチがむずい。3打目です。でもこれはパー4。入れたらパーです。入れたらパーです。またいや、ここのゴルフ場難しいですよ。あ、難しい、うん、来たことある？いや、ない。難しいだって。 いいな、あ、初めて回って。そうそう、あ、いけ、ワンチャンいける？いや、プレッシャー。ああ、ちょっと右側ギリギリ、あ、いけそうじゃない？ちょっと5-2ね。どうしよう、どっちで5-2で、あの次もアプローチでいいと思います。ギリギリのところからドローみたいな。ちょっと厳しいな。ちょっと右からのクン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 みたいな感じ。こうして、あ、結構かかってんじゃん。うまくない？超うめえ。うわ、あ、飛びすぎたな。ありがとうございます。あ、飛びすぎた。止まれ。オフブレー。うまい。じゅんさん今歴どんぐらいですか？いや、もうだいぶ長い。7年とか8年とかで。会社員の時に始めたんですもんね。そう、会社員の時に始めて、うんうん、3年で、うん、レギュラーティーから80台。いっすこ。今は100ギリギリギリ。それは青黒だわ。いや、世界の青木っしょ。いや、テロップは世界の青木だわってなってるから。やっぱ世界の青木だわ。見てて。ナイス。めっちゃ適当。ね、惜しかったですね今。もうちょっと行きたかったな。超うまく打ちましたね。だって今で次がバーディーパットです。ボギーパットです。ビーチがいい。
初心者あるある。でも言うて初心者って言っても私2年やってるんですけど、初心者じゃないでしょ。よさげ。あ、まさかのねえ、めっちゃ惜しい。すごい。いや、まさかの出そうだった、ね。え、うん、いや、すごかった今。やっぱ世界の青木です。いや、入ってないからね。いや、でもすごくないですか。今すごかったね、本当に。入っちゃうかと思った。うん、すごい。お、いいよ。日頃の行い出てますわ。オッケー。はい、ありがとうございます。日頃の行いや、やばいじゃんね、あんなの。日頃の行いのせいにしてたら、あれをさ、言ってたらさ、結構な確率で日頃の行い悪い人しかいないの。